皆様おはようございます。官邸は閣議と閣僚懇でございました。1月6日付で東日本大震災被災市町村に対する人的支援に関する総務大臣所管を各都道府県知事各市区町村長に対して発出をいたしました。発災から間もなく5年を迎えようとしておりますけれども、用地取得や土地のかさ上げ工事に多くの時間を要してきましたため、復興事業はこれから本格化の時期を迎えます。で、被災市町村では職員不足が避けられない状況にありますことから、各地方公共団体からの職員派遣についてより一層の力強いご協力をお願いしたところでございます。で、ちなみに本日の午後でございますが、土屋副大臣が全国知事会、全国市長会、全国町村会を訪問してご協力をお願いすることにしております。私からは以上です。幹事社の共同通信です。2問質問させてください。はい、1つ目はですね、マイナンバー制度で個人番号カードの交付が一部自治体で始まりました。番号カードの申請について去年の12月22日の会見で大臣はその約230万件が処理済みとおっしゃってましたが、その後の進捗状況を教えてください。はい、一昨日1月6日の時点でございますが、約320万件の受付処理が終了しています。なお個人番号の交付が、今週から、始まったところでございます。すでに個人番号カードの交付申請をされた方におかれましては、市区町村から順次、の連絡がございますので、それをお待ちいただきたいと思います。もう一問お願いします。今後個人番号カード普及のためにどのように取り組んでいこうか、いくとお考えなのか聞かせてください。特に1月今年の仕事始め式で披露したマイキープラットフォームの狙いは何かというのと、普及にどのように寄与すると見込んでいるのか教えてください。はい、まずマイナンバーカードには皆様ご承知の通り、個人番号を使用する法律で、規定された、つまり、税と社会保障と災害に、しか使えない、マイナンバーの部分と、そしてもう一つマイキーがございます。まあ、こちらの方は個人番号を、使うものではなく、IC チップの空きスペースと、それから公的個人認証の、機能が搭載されると、いうことなんですが、このマイキーの部分に関しましては国や地方自治体、といった公的機関だけではなくて民間でも、ご利用いただけることになっています。まあ、ここにさまざまな可能性が、あると考えています。例えばこのマイキープラットフォームでございますけれども、マイナンバーカードを各種カードのサービスを呼び出す共通の手段と、するための共通情報基盤でございます。まあ、これは各種サービスを、まあ、呼び出す手段というのを共通化していくことによりまして、多くのサービス事業者のマッチングの場を構築することになりますから、まあ、そこでさまざまな出会いが生じて、まあ、思わぬサービスイノベーションが発生していくということで、まあ、経済の拡大につながる政策になると思います。で、また地方の商店街などでしたらね、独自のカード発行がなかなかコスト面で困難だというところもあるかと思います。まあ、こういった場合にも対応できますし、それから適用範囲が少ないカードというのは、まあ、利用されにくい、使用されてしまっているということもありますので、まあ、こういったことにも活用していただけます。それから、まあ、現在磁気カードなど発行していらっしゃる企業でですね、 IC カードへ、まあ、移行したいという場合に、まあ、その場合の投資軽減、というものも期待できます。で、あくまでもそのカードそのものに個人情報は残りません。それから、まあ、それぞれいろんなこうポイントをそれぞれの企業がですね、お客様向けに集めていただいている、まあ、それらを統合するものでもございません。まあ、それぞれの企業にご希望があれば、このマイナンバーカードを使ってですね、サービスを展開していただけると、まあ、あくまでも のそれぞれのカードとつなぐ接続をする基盤がマイキープラットフォームであるということでございます。まあ、今後夏ぐらいまでにこの技術的な課題も含めたビジネスモデルを検討しまして、で、関係者のニーズもしっかりと把握をさせていただいた上で、私は骨太の方針や、まあ、成長戦略に反映して来年から
ご活用いただけたらと思います。多くの方に、まあ、このカードのマイナンバー以外の部分、マイキーの部分を活用していただいて、まあ、便利なカードだなと思っていただけるような形にできればと思います。ありがとうございます。幹事社から以上です。各社さんどうぞ。はい、テレビ朝日小野です。このマイナンバーでですね、 J リスについて2問お尋ねします。はい、J リスはですね、システム構築に100億円で、今年度は通知カード作成などで400億円の補助金で、総務省の OB も、まあ、結構言ってるということで、いわゆる天下り団体に多額の補助金や交付金がつくという典型的な構図だという指摘があるんですけれども、これについて大臣どのようにお考えかというのが1点。もう1つはこの J リスですね、情報公開制度の対象になってなくて、職員数なんかを聞いても教えてくれないんですけれども、まあ、これほどの税金が投入されている組織で、こうした姿勢は国民の納得を得られるというふうにお考えでしょうか。以上に2点お願いします。地方公共団体による法人でございますから、国の行政機関に適用されるような形の、まあ、情報公開の制度が適用されるわけではございません。まあ、これが1点でございます。で、またまあ、たまたまですね、その天下り団体と、まあ、いったような指摘もございますけれども、税率に対しまして、まあ、総務省で経験を積まれた方が、まあ、言ってらっしゃると、まあ、それもこちらの方で人事権があるわけではございません。あくまでも、地方公共団体のご代表の方々など、によって、まあ、選出された選ばれた方々であるということでございます。税率の地方、共同法人という位置づけでございます。ございますので、まあ、そこのところはまた総務省の関与する範囲ではないと考えております。よろしいですか。はい、じゃあすいません、委員会の方入りますので。すいません、委員会ございまして。大丈夫かな。あと2分で着席時間。はい、着席。すいません、個人番号カードの申請で320万件今受付終了しているということですけど、これ、まあ、発行国民の任意ということなんですが、これ出だしの数字として、この数字をどう評価しているかを教えていただきます。思った以上に早いスピードで、申し込みがなされていると思います。まだ処理、の終了していないものがその倍ぐらいと、まあ、概ね640万ぐらいかと、今想定されておりますので、まあ、出だしは非常に早いと思っております。じゃあどうもすいません、ありがとうございます。ありがとうございました。何30秒。買い物動機を政府が把握することにはつながらないという、はい、カードそのものに情報が残りませんので、あくまでも接続するプラットフォームでございます。お疲れ様です。